はい、それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が発表します。まず概要ですが、今回単語表現の質を、基本的には類似度でその人間とベクトルの相関を評価して評価するっていうのが、基本的な評価の仕方で、その内容それを、内部評価っていうふうに呼んでいて、今回はそのジスタスクとのその精度の、相関をさらに調べるっていうような内容で、内容としては3つの系列ラベリングと10の単語類似度のデータセットを使ってその相関を見ていくっていうような評価調査をしています。で、ベクトルの表現では大きく分けると、その内部評価と外部評価っていう大きな2つに分けれて、内部評価ではさっき その人間との類似度の相関を取るっていうので、このメリットとしては早くて、比較的に容易にすぐに評価ができるっていうのがあって、外部評価は実際のそのタスクがで精度が改善するかといったのを見るような評価の仕方になります。で、今回、この内部評価もほとんどはもう内部評価が上がれば外部評価も上がるみたいな、そういう相関があることが前提で内部評価はされてるんですけど、今回の調査ではそこに矛盾があるんじゃないかってことで、調査をして、結果的に矛盾する的なことを述べています。で、実際にトレーニングする方法なんですけど、今回はワード2ベックでデフォルトのパラメータを使って、以下の表のようなコーパスを使って学習したものを使います。で、評価には内部評価と外部評価を使っていて、その内部評価はこの10個のデータセット、外部評価はそれぞれ、NER やチャンキング、ポスタギングなんかのタスクを解くようなモデル問題を今回は解きます。で、結果なんですけど、これが今回はウィンドサイズを見て評価するんですけど、上がその内部評価のデータセットでの相関が高いものを、見ると比較的ウィンドサイズがバラバラにで、全体的に見れば若干、やっぱ高い方がなんか大きくなっているような傾向があって、外部評価ではもうウィンドサイズ1が一番いいみたいな、そういうちょっと分かれるような結果が得られています。で、それぞれの相、この図がそれ全部のタスクの平均の、その上がり幅を、グラフ化したものなんですけど、傾向としてはやはりデータセット、内部評価ではウィンドウ幅が広がるほど、大きくなる、良くなるというような評価になるんですけど、外部評価ではウィンドウサイズが大きくなると精度も下がるというような、逆の相関が得られるというのが見られます。で、それぞれのデータセットごとの評価を、表にしているんですけど、これで見るとほとんどが負の相関をしてて、唯一この一番下のシミュレックス999が、はなぜ、相関が非常にあるというふうな結果が得られています。で、今回そのデータセットの何が違うのかっていうのを、見ると、このデータセットだけは類似性と関連性とかを明示的に区別するようにデータセットを作っていたっていうので、その過去の研究とかでウィンド幅を変える時の影響としては、窓幅が大きいほどその単語よりは文脈やドメインをで、小さいほどその単語自体の機能的な類似度を強調するみたいな傾向があるらしいっていうのが分かっていて、で、小さい方が今回のトークポスタグやチャンキング NER ではそういう機能的な類似度の方の情報が有利に働くということで、小さい方が良くなる。ただ、関連性とかに関してはやはりドメインが大きくなると結構類似度が高くなるみたいな感じで、やはりなんか類似性と関連性というのはなんか相反するというか、分けるべきなんじゃないかというふうに考えている、います。で、今回その類似性と関連性での、もう一個評価をしてるんですけど、やはり、ウィンド幅が影響するというので、他を見ていて、また別のデータセットでこれが関連性と類似性のデータセットを集めたものをまたウィンド幅を変えて相関取ってるんですけど、関連性の方を見るとやはりこうウィンド幅が高いと
相関が比較的高くなると。で、シミラリティの方であればそのあまりこうウィンド幅での、まあ、実際16が高いっていうふうになってるんですけど、まあ、差を見るとその関連性よりも比較的差は低く、あまりウィンド幅の影響は、まあ、なかったというようなことを言っているので、やはりまあ関連性とかはそういうドメインとかそういう方の情報になっていくんじゃないかというふうに、な結果が得られましたっていうので、今回のまとめなんですけど、この内部評価と外部評価の相関を調べて、まあ、実際今あるほとんどのデータでは相関が得られなかったと。で、まあ、それが関連性や類似性の違いを考慮してないことがまあ原因じゃないかということで、まあ、過去にも多田さんが文献紹介していてやつで、まあ、バイオメディカルでも同様な結果が得られているというようなことで、まあ、一般的にこういう問題は起こり得るんじゃないかというふうに まとめています。以上で発表を終わります。